はい、どうも横浜エゴサロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。それでは今日はですね、定石その後ということでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回できる定石はですね、こちらの定石ですけども、どうでしょうか。手順の方思い浮かびますでしょうか。こちらの定石ね、非常に実践で使う機会多いと思いますから、ぜひね、一応初手から見ていきたいと思います。かかって一間挟みした後三々に入った形ですね。はい、で、ここ分断して白が張って、でここで定石伸びが大事ですね。この時に跳ねてしまうのは無理手になってしまいますから、これ以前も動画やりましたんでね、これに対してどうやって白がね、この場合は白がこの無理な手を咎めるかっていうの分からない方は、ぜひそちらの動画ねご覧ください。それ概要欄にもね出しておきますので、ぜひチェックしてください。ということで、まあ定石は A とこちらに打つ手ですね。でその後こう跳ね継ぎを打ちまして、飛ぶよと。でここまでが定石なんで、ここまでは知ってる方かなり多いんですね。ですけども、この後黒からですね、今回は黒からどのような狙いを持って打つのかというところをね、今日見ていきたいと思います。で、主にですね、黒からは2つの狙いがあります。このように押して、下辺をどんどん盛り上げていこうという手ですね。はい、まあ、もちろん桂馬もあります。桂馬もほとんど同じような意味合いになってきますね。はい、でもう一つはこの左辺方向、こちら側に何か模様を作っていきたいよっていう時、エジを作っていきたいよっていう時には、この爪がいい手になります。うん、この手がですね、結構この白が強いよっていう風に覚えてしまっていると、意外と打てないこと多いんですね。ですけども、結構ここで左辺を広げる時に、目いっぱいここまでね、中途半端に近寄るんじゃなくて、もう目いっぱいこのように一間の間まで詰めてしまうのがいい点になることが非常に多いです。はい、なのでこの定石後の狙いね、ぜひしっかりと今日はマスターしていただきたいなというふうに思っております。はい、これに対してですね、白の応手は主に2パターンと思ってください。こちらに出るかぶつかるか、大体この2つです。まあ、分かりやすく先手が取りたいときはぶつかるという手になります。はい、この手から見ていきましょう。これにはですね、立っておいて、まあ、黒としても左辺方向にね、こう壁ができたこと、あとは真ん中が一応ね、完全ではないんですけど、基本的には白がなかなか出てきにくい形にすることができるんで、はい、まあ、こうなればですね、黒としては、まあ、注文通りかなというところですね。まあ、白も先手取るために仕方ないときはもちろんいっぱいあるんですけど、でここちょっと間心配だと思うんで、少しだけどんな風になるか見てみましょう。例えばこちらからですね、飛んで出てくれば、これもう基本的には出て切っちゃってください。はい、多少ね怖いかもわかんないんですけども、出て切って、基本的には黒がねやれるかなと。すぐに来る手には、例えばこんな風にね、乱暴にどんどん来る手にはですね、もうピッと止めちゃいまして、で当たりも来ますが逃げます。で当たりも来ても逃げます。でここで次に打って返し見てるんですね。この種石が、ここにね、ここに打って返しする手ありますよね。取ってトンと取れます。はい、ですから白としてもつなぐぐらいになるんですが、こちらを詰めまして、でこれも白出たいんですが、止めて当たりが来ても逃げて、当たりが来ても逃げて、はい、でこちらはまた当たりになりますが、でもねこれこう打って取らせて、ちょっと手順長くなりますけども、こんな風に順番に詰めていきまして、やはり白2手しかないんですね。でこの辺りはこう逃げてきてもね、主張にはなりませんからね。当たりしてもこうやってここが当たりになっちゃいますから、はい、逆からこっちに当たりしても逃げておいてね、これが当たりになっちゃいます。で逃げてくればもうね、すぐこの種石取っちゃってもいいですから、これで当たりですからね。白が当たりで、逃げても当たりして、逃げてもドーンと取ることができますね。はい、ということで、ちょっと戻しますね。今手順ごめんなさい、長くなってしまいましたけども、基本的にはまあここでこんな風にですね、やはりつながってもですね、詰めておいて、なかなか、逃げるのが難しいかもしれないですね。こう当ててくれば先ほどと同じような図になりますし、こう止めておいてね、はい、まあ、何かこの辺に付け越しも筋っぽいですが、これもこのように打っておいて、はい、こんな風に来てもですね、一見白がねこうやって逃げ出せそうに見えるんですけども、ここに入れませんからね。でもこちらの方から当たりしておいて、やはり種石は取ることできますね。継ぐとボンと取られちゃいますね。はい、ということで、まあ、単独ではなかなか出てこれないんじゃないかなと。少しもちろん薄い意味あるんだけど、ただこっち側に黒がいたりするとかなり大きな模様になったりしますからね。左辺プラス中央の模様で打てることができます。あとこちらの飛びにはですね、これもやはり出て切るようにしてください。出て切って、まあ、こんな風にやってきてもですね、
まあ戦ってくることは考えられるんですけど、ただ下がりが先手なのが黒としては自慢ですね。はい、次にこんな風に来れば出て押さえて切ってしまってね、この3つを取ることができます。はい、ですから、白としてもこの時にやっぱ何か防がなきゃいけないんですね。ここの出てくる手を、まあ、繋いでくれば何かね2件ぐらい打っといて、はい、これも、まあ、左辺の地を取りつつ、やはりまだまだこういったとこ弱いですからね、はい、これも十分に黒が戦うことができます。はい、ということで、まあ、ぶつかりには伸びておいて、まあ、模様と左辺の、中央の模様と左辺の模様で戦うよということですね。であともう一つ、やっぱねここに来る手も非常に多いんです。でこの時に意外と正しく打てないっていうのがね、よく見受けられますから、今日はこの形もねしっかりマスターしていきましょう。でこれに対しては黒を跳ねてください。結構ねここに打ってしまう方多いんですけども、はい、これねちょっと硬すぎるかなという印象ですね。もちろん打てば安心なんですけども、やはりここは2目の頭しっかり跳ねて白の形をちょっと崩してみたいよというところですね。はい、でこれに対して白も跳ねてきます。はい、でここで黒は、まあ、切るか伸びるかっていうところなんですけども、まあ、基本的には伸びておく手が、おすすめになりますね。はい、なんとなくここに打たれるとこの一つがね寂しくなって中央にも出られちゃったじゃないかとちょっと思うんですけども、ただここで跳ねておいてこんな風に来るとですね、はい、意外とただ黒もあの4線をしっかり伸びてますから、地が結構大きいんですね。であと狙いがやっぱあるのが大きいんですが、例えば白が他のところにどっか行くとですね、黒からこの手がやっぱりかなり大きいんですよ。こうやってね奥手も残ってますから、こんな風になると、まあ、左辺の地が大きいだけではなくて白の目もねかなり脅かすことができますから、この狙いが非常に有力なんですね。はい、ということで白もなんかねこんな風に打って形よく守れればいいんですけど、ただこれも守っていそうでですね、こんな風に跳ね出すような手があるんですね。まあ、分かりやすく出から打ちましょうか。出て跳ね出すとこれで結構困ってるんですよ。例えばここ切りたいんですが、切ると当たりしてこちら側の隅全部白取られちゃうんですね。これ当たり来ても白ね、あの目作ることできませんからね。こんな風に来ても置いて、それからこうやってここで隅の一眼しかないのでこれ白全部取れちゃいますと、ここ取られてますけど、やはり隅全部取れた方が大きいので黒が成功です。はい、ということで跳ね出されると白結局つなぐぐらいしかないんですけども、まあ、となると取っといてね、やはりこれ非常にいい形で、黒はね1目取ることができました。ということで白からもねちょっとなかなか守る形がいい形がないんですね。はい、まあ、つなげはもちろん守れてるんですけども、これだったらね黒としては、まあ、下辺も強くして左辺も結構地ができましたんで黒不満なしということになります。はい、ということで、まあ、白があと考えられるのはここに切る手ですね。はい、これも十分考えられます。はい、ですけども、これにはですね当たりしておいて、つなぎぐらいですね。でこれも当たりしておいて、逃げまして、で、まあ、ここで分かりやすく1回出まして、これも止めるよりないですね。でそれからこんな風に打ちまして、切りからですね、ごめんなさい、切りから打ちまして、でここ1目取られるとやはり隅取られちゃいますから取るぐらいですね。でそれから当たりして、はい、でここでまあ継ぐか取るかねちょっと悩ましいんですけど、まあ、取りまして当たりですからね。で繋いでおいてですね、これで、まあ、ここの1個ね最初打った手取られちゃったんですけども、まあ、ただしそんなに白地増えてませんからね。でその間にこの押さえも効く形になってますから、黒非常に下辺からね 中央あるいは、左辺側にかけて非常にいい厚み、壁ができましたよね。なので、はい、これは黒が、成功と言っていいと思います。はい、ですから、まあ、ここでね切られる手はそんなに怖がらなくてもいいかなと。切ってきたら今の手筋で外側を真っ黒にしてしまおうというところですね。はい、はい、ということで、まあ、白もですね、まあ、今みたいに外をこう、ね、塗られるの嫌なんでこんな風に打って外に頭を、ね、出すぐらいかなとも思うんですけども、まあ、これぐらいが、ね、相場になることもよくあるんですが、ただ、まあ、これも黒としてはこちらの方開いておきまして、はい、で例えばですね、まあ、ここの切りはですね、これも戦うことができます。これにはやはりねここの傷の具合をちょっとついていきましょう。出て押さえて、それからこちらの方に当たりして逃げましても、ここの覗きがね先手なのが自慢ですね。は
はい、これに対して例えばこちら側何か取ってしまうとこう打ってですね、一目当たり嫌だよってつなぐと打って返してやはりここ取られてしまうんですね。はい、ですからこの覗きが先手になるのでこんな風に上から打っておいてこれでここを取ることができますね。このように来ても、はい、当たりしても黒3手あって白2手ですから詰められましても当たりして取ることができます。はい、ということで、まあ覗きが効く関係で、まあ、切りはそんなに怖くないよということですね。で、まあ、こちらの切りもですねこちらが形で、まあ、しっかりとつながってますので例えば白はこんな風に来ればまあなんとなくこれでね左側打ちました。当初この手はやはり左辺側何か打とうという目的でね打ってますから、はい、ここで、まあ、何か、まあ、真ん中逃げる手も局面によってあるかもしれないんですが、まあ、基本的にはここでもう手を抜いてどっかね大場に行ってしまうという方が、おすすめになります。はい、ということで、今回少しごめんなさい長くなってしまいましたけどもこの非常によくできる定石ですね。できる定石からこちらの詰めこの狙いをですねぜひ今回は習得していただければ嬉しいなと思います。はい、ぶつかってきたら立ってだいたい封鎖ができるよっていう話と、こちらを押してくればまず二目の頭しっかり跳ねましょうと。で跳ねた時に、伸びておいてこう駆けついてきた時に跳ねると。はい、でこういった切りを恐れないところですね。であとはこんな風になった時にまず黒が不満がないよとしっかり地も取ってるしかつまだここの狙いがねありますから、で白からぴったりした守りがないんでこれで十分打てますよというところですね。はい、なのでこの爪ね白が強いって覚えてしまうとなかなかね打てない手になりますからぜひとも今回はこの定石白強いんだけどあごめんなさいちょっとだけやってなかったな。白が例えば他に行った時にやっぱここに覗く手があるんですね。なのでこう打たれると白って結局まだ目がないんですよ。ですので、はい、この白はね強いようですけどここの爪が来ると覗きという狙いがね強烈な狙いがありますから、はい、この手を見ているので、ここまで目いっぱい詰めるというのが非常に定石後の狙いということになります。はい、ということで、ちょっとね、今回は実戦で使えるんですけど長くなってしまいましたけどもぜひ習得していただきたい形になりますから、ぜひ繰り返しね、何度か、見ていただけると嬉しく思います。まあ、その他にもですね、いろんな今までやったやつ再生リストっていうのでねいろいろ手筋だったり定石だったり置き碁の打ち方だったりいろいろまとめてますんでぜひ再生リストの方もご活用いただければと思います。はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございます。毎日ねいろいろ、上げておりますのでチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。